皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そして JBBF メンズフィジーク日本チャンピオンの伊吹力です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前編で辻本さんが肩のチューブを教わったということで、今回は後編としてリアミドルあたりをターゲットにトレーニングを教わっていきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。今からリアミドルを狙ってやっていっていただきたいと思います。まだ僕は何をするのか全然分かってないんですけど、足元にイージーバーだけがあるのは見えてます、はい、ということでこのイージーバーを使ってちょっと今回は種目を紹介していっていただきたいと思います。はい、ということで今回は、初心者の方にもやりやすい肩のリアですね、はい、後ろの部分を鍛えるトレーニングの簡単なやり方を紹介したいと思います、はいはい、で用意するのがこちらのイージーバーと、今5キロのプレートが1枚ずつついております。でこれで簡単にできる肩のリアのトレーニングの方法を紹介したいと思います。でポイントは、足は肩幅ちょい狭めで、サイドレーズとかで言った通り足はまっすぐですねにしていただいて、プレートだいたい持つところがついてるんで、プレートの持つところの穴に指を入れてもらう、指先で持つようにしてもらうと肩のリアに刺激を感じやすいんで、第二関節までで引っ掛けてもらう感じで持ってもらうとかなりリアへの刺激が分かりやすいと思います。そのままの足幅で前傾ですね、しっかりと、このハムに負荷を感じるような体勢で両手でプレート持ってもらって、そのまま肘と肩のが直線状になるように。なるほど。横から見た時に肩と肘がしっかりまっすぐになるように、こうなったりこうなったりしないように、まっすぐの位置でしっかり90度まで引き切る、90度までしっかり。でこれ以上引いてしまうと肩甲骨が動いてしまうんで、肩のリアから背中に力が逃げちゃうので、90度まではこれ以上は引かない、この位置で上下に動かしてあげる。これは結構きついんで、ぜひ今見てても抜けてないのが分かりますよね。やっぱやってんの見て抜けてないの分かるってまあないんで、このままですね。そのまま。じゃあちょっと一旦僕身を見まねでやってみます。はい。足はそうまっすぐで。まっすぐで、ハムがストレッチかかる感覚。そうかかる感じの体勢で。体勢のままここから肘このぐらい開けて、そうこういうぐらいで。ここがまっすぐですね。この位置が。そう。あ、これハムもやばいですね。そう、幅も絶妙に。そうで90度までなんで、ここまでですね。あ、なるほど。高さはここまで。あ、なるほど。そう。止めた瞬間全然ちゃいます。ここまで。あ、なるほど。この時に人間はだいたい肘がちょっとずつこっち側に下がってくるんで、そうならないように。そうなってくるんで下がらないように。そうです。めっちゃ体熱くなってきた。そう。なるほど。なるほど。そうです。熱っ。ハムも鍛わるからいいですね。ハムも多少は。めっちゃ足トレ1年ぐらいやってないからか、支えてるハムがしんどくなってくるのはあったんですけど、僕最初上げ切ってたじゃないですか。はいはいはい。止められてからリアにバンって入りましたね。そうやっぱ背中を使っちゃうんで、大きな筋肉を使おうとしちゃうんで、リアだけで上げるっていうのがあの動き。いや、意識的にはリアだけを動かしてるつもりだったんですけど、使えてないんですね。そうです。なるほど。で今はこの重さでやったんですけど、最初やるときはもう少し軽い重量でもいいと思うんで、これ以上プレートをちっちゃくしちゃうと、多分この穴がなくなっちゃうことが結構多いんで、一番軽くてだいたい5キロずつになっちゃうので、ちょっとずつ重さを上げていってほしいなと思います、はい、終わってからもじわじわいますね、感覚が。最高。これはやらないとダメですね、はい、他の種目でもそれこそ引きすぎたらダメってことですもんね。そうですね。リアはやっぱり引きすぎると肩甲骨が動いてしまうんで、背中の関与になってしまうんで、引き切らないっていうのが意外とポイントかなと思います。稼働する手前で止めてあげる、はい、でちゃんと肘が肩と同じラインで動くように引いてあげるってことですね。締まっても
上がってもダメってことですね。そうです、そういうことです。これちょっと僕もしっかりとリピートして、はい、リアを育てていきたいと思います。まあ初心者でも24時間ジムでいろんなところでも使えると思うんで、ぜひ皆さん実践してほしいと思います。ネーミングで言うと何になるんですか、これは。何になるんですかね。名前は付けてなかったですね。新しいですもんね、この姿勢でリアって。でもまあ入りにくい人には結構これが分かりやすいかなとは思います、ね。ぜひコメント欄でネーミングしてもらってその力さんの種目に名前をつけてみてください。はい、お願いします。ということでですね、今回のこの動画はこれで以上になります。よかったらいいね、チャンネル登録、力さんも YouTube やってたり、まあ、この Wise Fitness でパーソナルもやってるので、気になる方はインスタの DM などで問い合わせてみてください。ビレジェンドのお得な情報なども公式 LINE などで掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ではまた次回のリアミドル編でお会いしましょう。さようなら。